バニラスカイ。ハッピーです。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます。シンガーソングライターのようこです。今夜はバニラスカイ第3回目の放送です。今夜を迎えられて本当に嬉しい。ありがとう。ありがとう。せっかくなんで、ラジオなんでね、わーとかキャーとかこう効果音使って私のこの嬉しさを表現したい。表現したい。いくよ。バニラスカイ第3回目の放送、ありがとう。ありがとう。いいね、ラジオって自由だよね。いやもう幸せ。あのね、こういうね、ちょっと今までライブとか作品では皆さんに知ってもらえなかった陽子のアホさ加減をね、ガン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 こう出していきたいなと思っておりますんで、末永くお付き合いください。実は今月、ね、1月にこのバニラスカイが始まってから毎日毎日ラジオのことばっかり考えております。皆さんぜひね、メッセージやリクエスト引き続きくださいね。私の力になりますんでね、お願いします。では今日早速初めてのリクエスト曲までいただいたね、そうメッセージ嬉しいんです。ご紹介したいと思います。早速いきますよ。ラジオネームカズさんよりいただきました。カズさん、ありがとうございます。ヨコさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。昨年はいろんなライブやコンサートが延期や中止になって、陽子さんになかなか会えなかったので、今はインスタグラムや YouTube で陽子さんの歌を聴いています。そんな中、ラジオ番組が始まって嬉しい限りです。第1回目は私の大好きな曲片しぐれがかかったので、とても嬉しく一緒に歌っていました。他にも好きな曲はたくさんあるのですが、今回はアンフィニッシュドストーリーをぜひお願いします。この曲は陽子さんのデビューシングルで、4年前私が初めて陽子さんのミニライブで聴いた曲です。そのすぐ後に娘の結婚が決まったので、当時はこの曲を聴いては娘のことを思い出してうるうるしていました。最近ライブ配信で聴いていないので、また聴きたいです。どうぞよろしくお願いします。まだまだ寒い日が続きますが、お体に気をつけて頑張ってくださいね。カズさん、メッセージありがとうございます。嬉しいね。もう自分のラジオで自分の曲リクエストいただけるって、こんな嬉しいことあるんですね。ありがとうございます。実はね、このアンフィニッシュドストーリーっていう曲は6年前に初めて私がCD を作ったね、思い出の1曲目なんですけれども、ミュージックビデオもね発信していますが、今夜皆さんにお届けしたいアンフィニッシュドストーリーは最新フルアルバムのキス&ハグに収録してます。ちょっとね、新しいアンフィニッシュドストーリーなんです。このアンフィニッシュドストーリーはまだね、こうミュージックビデオとかそういうプロモーションビデオとかでは発信してないんですけれども、何が今までのものと違うかと言いますと、最初のね、一番最初のアンフィニッシュドストーリーはギターとベースは当時サウンドプロデュースでお世話になっていましたベーシストの平田瑞穂さんのベースと、で今もねサウンドプロデュースでお世話になっていますギタリストのイッシーさんのギターで、この曲は私が作詞作曲初めてした曲で、アレンジを石井さんね、ギタリストの石井さんがしてくださったんですけれども、今夜お届けするバージョンはニューバージョンで、このお二人のベースとギターに加えて陽子バンドでお世話になってますドラム杉野俊之さんのドラムと、ピアノは太田光一さん、おーちゃんね、陽子ファンの女の子いつもおーちゃんってね、キャーキャー言ってくださってます、あの大人気おーちゃんのピアノとね入って、こうなんていうのかな、こうライブ
ね、ライブ感の増した一曲になってるんですよ。でね、このアンフィニッシュドストーリーは私の歌声もまたね新しいものになっておりまして、だけどね、こう新しく歌い直す中でも一番最初に作った曲だから、こう歌の言葉の中にその時その時のこうなんか気持ちがねこもった歌い方をしてたので、あまり崩さないように今の私でね挑んだ曲ですね。なので、あ、何が違うのかなって思われる方はぜひ聞き比べてみてください。とにかく私は今日リクエストにこの曲をいただけたこと、そしてカズさんにとって大事な一曲になっていたこと、本当嬉しいですね。ありがとうございますね。ではカズさんよりリクエストいただきました、アンフィニッシュドストーリー、キス&ハグに収録している新しいバージョンでお届けします。お聴きください。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、居場所差し伸べられる、その手を守り抜く意味、愛を紡ぎ奏でよう、その先の暖かな未来、隣で微笑むあなたの全てを包む、太陽のような強い私でいるから。一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡、この空の下、大切な思いは時間をかけて受け継がI'm not afraid to die.
ようこでアンフィニッシュドストーリーお聞きいただきました。カズさんリクエストありがとうございます。もうねこの曲いい曲だったでしょ演奏かっこよかったでしょうね。私自身もこうこの曲の思い出っていうのはやっぱりこうプロになりたい、どうやったらね、歌手になれるんだろうってとにかくもがいてた人生だったので、あのねチャンスのもう要素がいっぱい入ってた曲だったんですね。だからとにかくこう大事に大事にこの6年間してきた曲、そういうつもりなんですけれどもね。でもカズさんのメッセージいただいたら私以上にね聴いてくださる皆さんの方が曲を大事にしてくださってる気がして、これからもね皆さんのことを思って自分の心に素直に発信していきたいなと思いました。私自身もこの曲を作った時は娘をねどうやったら大事にできるかなと思ってね、こう表現して、私が歌うことでね娘にねいろんな愛情を残したいなって思った曲でもあったので、ね、応援してくださる方のこう素敵なエピソードもお聞きできて嬉しい。本当ラジオっていいね、いいねありがとうございました。ではねそんな陽子が2曲目ちょっとご紹介したい曲があるんです。この曲はちょっとバラードなんですけれども、 Pieces of Heart というね心のかけらというタイトルで歌詞を書きました。この曲で表現したかったこととかっていう前にね、この曲がまた教えてくれたこと、私が教わったことをねちょっとお話ししたいなって思ったんですよ。この曲は先ほどもちょっとご紹介したベーシストの平田瑞穂さんが曲を作ってくださって、で私歌詞書いたんですけれども、その歌詞を書くときにね、歌詞の神様って私なかなか降りてきてくれないんですよね。なんかねやっぱりほら経験値がないからとかどうだからとか、やっぱりねこうどこかでこう言い訳ではなくてね、あの自信がない、うん、だからこれで正解なのかなとかよくやっぱり思うんですよね。だけどなんていうのかな、できない人はできないなりにね、もうねできる自分に出会う旅に出るんですよ。私の場合はね、私の場合はとにかくできなかったことをできる自分になるための旅に出て、それがね必ずしも歌詞を書くことだけではないんですよ。運転しながらとかご飯を作りながら、よくねお茶碗洗ってる時にね、私はあの神様降りてくるんですけど、いろんな神様が、どっちかって言ったらこういうことしたら面白いんじゃないかっていうクリエイティブな神様ですね。であのパソコンとか紙とかにあの向かって歌詞を書いてるんだけど、寝る直前までね頑張るんだけど寝落ちしちゃうでしょ。でパッて目が覚めて神様が降りてきてくれたりとかね、そう、そういうねなんか私とにかくあの極限まで追い込むっていうアスリートみたいなかっこいいことはねこう表立って何一つできてないんだけど、私の中の問題でねこうとにかくとにかくその曲のことばかり、その作品のことばっかり考えるんですよ。そしたら私も歌詞に出会える、その曲に出会えるんですけど、次お届けするこの Pieces of Heart はやっぱりね朝パッてこう目が覚めて、あっこの歌詞だって思った曲の一曲なんです。で、リリースした時に歌った自分
あの頃まだ若かった自分が表現できたこと、そして今33歳になって毎日ハッピーすぎてね、もうハッピー度が増しすぎた陽子が歌ってる時の表現、全然違うんですね。それがまた私の歴史として、聞いてくださる方々に成長してる自分を見せれる嬉しさ、そしてあの若かったからこそいいなっていう、あの若さをなんかね羨む気持ちも自分自身にこの一曲ではあるんですね。だからまあなんていうのかな、まあね、言葉はすごく良くない使い方をするけど、時間が経っていくと自分がハッピーすぎるとなかなか上手に歌えた気がしない曲なのね。これ言っちゃったらまたイッシーさんに、サウンドプロデューサーにね、はっまた爆弾発言って言われちゃうんだけど、でもね、自分が幸せだとこんなにもこの曲歌えないのかっていうね、これはこれでまた勉強になった一曲、ピースオブハート、お聴きください。朝焼けを映したあなたと肌寄せ合い、言い訳を探し空を見上げた。あなたと歩む日々はどんなに素敵だろう、そう思うたびに目をそらす。色のない朝を繰り返し見つけたものは、無邪気な笑顔と変えられぬ思い、すべてを壊して初めて風が誘うから、もう少しだけ言い聞かせて委ねてみるの。別れも出会いもあなたへと続く一つの奇跡になるはずだから、体温に包まれるたび失ってく、綺麗な言葉を並べて過ごしていても、もう戻れないの、あなたのいない送りしてます。ピースオブハート、
この曲ここからまたいい曲なんですけれども、今日はこの辺で、いつか皆さんにフルバージョンお聴きいただけることを楽しみにしてます。ようこのバニラスカイ、皆さんのメッセージやリクエストによって作られます。愛のメッセージお待ちしてます。宛先は797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com、 バニラスカイ宛てにお送りくださいね。では今夜最後の曲、 Can't Stop My Heart、 お聴きください。ここでハピモノ、ハピモノのコーナーはよくハッピーにしてくれることやハッピーにしてくれるものを皆さんに紹介できたらと思います。第1回目の今夜はじゃじゃん、今収録にも来てます、仮面ライダーのトレーナーです。この仮面ライダーはですね、ちょっとね、ウィンドウショッピングをしてたら偶然見かけまして、これいいなと思って購入したんですけれども、今こう着るだけでね、なんかわからない力が湧いてくるんですよ。それでね、なぜこの仮面ライダー、しかも昭和のね仮面ライダー1号なのかと言いますと、まあ私個人的には V3 が大好きなんですけど、まあ1号のね藤岡弘さんも大好きですよ。でなぜかと言いますと、私の家は父からの英才教育が素晴らしくて、弟たちやいとこたちみんなね、昭和の仮面ライダーや戦隊もの大好きなんですよ。でね、私も、仮面ライダーの曲、いろんな好きな曲あります、歌えます。でね、このトレーナー見つけた時にもう買わずにはいられなくて、父とはお揃いで、母はパーカー、またおしゃれなパーカーがあったんですよ。で弟には、パンツを買いました、選びました。ぜひね、皆さんもこんなハッピーにしてくれること、家族みんなでね一つになれるハッピーなことってあるようでないでしょ、だけどねあるんだっていうことをね教えてください私も今ねちょっと娘と、あ、これお揃いいなっていうのとか見つけたり、もう考えるだけでねハッピーになっちゃうので、いいですよ。結構家族だからこそのお揃いね、え私も子供がいっぱいいたらさ、子供たちにお揃いのものを着せたりとかしたいなって思ってて、私の3歳からの親友のひかちゃんのね、子供たち3歳と0歳の息子たちとうちの娘、お揃いを着せたりとか、私もお揃いを着たりとかねしております。まあ、そういう風にね、皆さんの身近なハッピー、ようこにじゃんじゃん教えてください。あっという間に今日も終わっちゃいますが、皆さん1週間自分らしくめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。では皆さんのハッピーを、心と心の音楽を、お図書館を応援しているバニラスカイミュージックの提供でお送りしました。今週1週間も皆さんにとってめちゃくちゃハッピーでありますように。それでは一緒に
バイバイハッピー。